徳島県の北東部に位置する市である。徳島県北部に位置する。2004年に平成の大合併によって、大江郡鴨島町、大江郡川島町、大江郡山川町、大江郡三里村が統合してできた市である。市役所は鴨島町鴨島に存在し、利用者数が最大の駅も鴨島町にある、か島駅であり、か島町が市の中心。 県西の主要都市としての機能を果たす一方で、吉野川簡易裁判所や、阿波吉野川警察署などの一部の行政機関や、司法機関は、川島町に存在しており、一定の分散が見られる。吉野川市役所から徳島本町まで 19.7km であり、自然体が徳島都市圏に属している。人口のほとんどが、 吉野川沿いの徳島平野に変調しており、そのうち2017年の時点で4万1466人の自然体の人口のうち2万3161人が東部鴨島町に住んでおり、偏りが見られる。2020年には複合型施設用吉野川市民プラザが鴨島駅前に新設し、自習室を兼ね備えた図書館、フットサルや、 バレーボールなどの複数の競技ができるアリーナ、トレーニング施設、地域スポーツクラブ、会議室や多目的室、ベンチャー企業や学生の意見交換の場となっているコーワークングオフィスたを兼ね備えた地域のコミュニティの中心としての機能を担い始めた。また映画館や TV などでセンチメートルを流し、子育て世代に対して 住みやすい環境を提供できる街であるとアピールも行い、よりベッドタウンとしての性格が強まってきている。ただ、市内に進学校がなく、またより徳島市に近い石井町や藍住町などに子育て世代が流出してしまっており、人口は自然源と社会源となってしまっている。人口は県4位であり、小松島市や阿波市と同等である。 徳島県の自治体で数少ない人口増加をしている、藍住町との差は年々縮まってきている。北方の阿波市とは、阿波吉野川警察署や徳島、中央広域連合など行政面でのつながりが強い。他、吉野川市には高速道路が、阿波市には鉄道がないため、相互の設備に依存するなど、交通の面でもつながりが強い。阿波市との間には、橋が5本。 沈下橋が2本かかっており、相互の移動は非常に活発である。市役所の所在する鹿児島地区周辺の空中写真。2014年4月24日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。徳島県下をおよそ東西に走る吉野川のほぼ南岸に位置し、 徳島市方面より四国を横断する際の幹線道路が走っている。市政前市政後はがき、封書、ファックス、メールにより2002年7月1日から8月5日にかけて実施された新種名状募集に対し2396通の応募があった。その結果896種類の名称が集まり1位の お江しと任意の吉野川市に絞り込んだ上で第7回、合併協議会で協議し、吉野川市の名称が決まった。第1助役、第2助役収入役第1副市長、第2副市長議長副議長徳島県内では、徳島市、阿南市、鳴門市に次いで4番目に人口の多い自治体である。だが、人口減少が著しく、藍住町との差は年々縮まっている。 高等学校、中学校、小学校特別支援学校、幼稚園、保育園、特記以外は、私立。鹿児島郵便局集配を担当する郵便局は、以下の3局である。このほか集配を担当しない郵便局が10カ所、簡易郵便局が1カ所置かれている。鹿児島駅市役所もより駅は、鹿児島駅である。下記のうち、鹿児島、阿波川島。 阿波山線の各駅には特急も停車する。三里地区の国道193号市内を通過している高速道路及び有料道路はない。川島城の模擬天使城桜城の石碑。ありがとうございます。